んなこれ時間余るんじゃねえ。ああ、もう一息いっても良さそうですね。次の電車が3時10分でしょ。15時10分で、新幹線行きが次が30分、あ、ちょうど前分30分ですから、あと10分あるもんな。もう一駅歩くか。新幹線の次がどこだ、御嶽口の次が郷土か、郷土まで歩いてみましょうか。こんな感じの、あの、そんな駅ですね。郷土まで歩こう。そんなに離れてなさそうだもんな。よし、歩いたらちょうどいいぐらいやろ。よいしょ。あ、こんにちは。ここは月決め専用なんですね。まあコインパーキング多いともね、需要なさそうですからね。あれですね、あるんですね、あの踏切のマークが。ここはでかい踏切だな。あ、でこっからふれあいバス出てんだ。へえ。本数は多分少ないですけど、ね、まあ、こんな感じで2時間に1本とかですけど、これで御嶽駅からこの辺りを、ずっとバローとかに行くんですね。あ、ちなみにこれ、顔の塔と書いてね、これで郷土らしいです。岐阜やとね、郷土郷とかって言ってね、あの神戸のあの神の部塔ですね。三重県だと神戸って呼ぶね、伊賀神戸とかね、あとは何があったっけ、伊賀神戸とか、あの鈴鹿市の神戸地区とかね、で使われるね、神戸高校とかね、頭のいい学校でありますけど、あの、神戸の字で郷土って読むのが岐阜には多いんですけど、ここはあの花音の塔で郷土っていうらしいです。発音も全く一緒のね。へえ。で、こっちはでパイプ屋さんなんだ。またって良さそうですね。じゃあこのままスーッと行ったら歩道もあるし、やりよいですね。全然なんかさびれてる感があったらいいね。なんかね、もう配線の機器とかになってるところっていうんでね、もう全然あれなんかなと思ってたら、あんまりやりようによっちゃお客さん来そうですけどね。それこそあの三義鉄道みたいに、どうせ土地余ってるんですから、あのパークアンドライドね、拡充するとかね、どうせコインパンク入れたところ1日200円とかになっちゃうところですから、そういうようなのを増やしていくのも手かもしれませんね。それか駅前にね、コインパーキングみたいなのがね、パッと作って、利用者さんはその分のね、料金、100ドル料金から引きますよとかね、するっていうのも手かもしれない。で、郷土駅ってどこなんだ。ところで、これずっと歩いていいんだろうね。なんかちょっとあれ、バローがえらい近くなったぞ。あれさっき郷土駅の時にあのバローが結構遠くに見えた気がするんだよな。あれやべえかな。いやでも線路沿いだもんな。大丈夫だろ。
あ、いやいやいや大丈夫だ、踏み切られますもんね。よし、まあこれで近くなのかな。なんだ、合同駅のところが一番近いところかな。シェリアもありますね。はい、ここにあるかな。5人ぐらいいっぱい書いてあるからだけど、書いてねえや、わかんねえや。10分くらいで来ましたね。全然余裕でしたね。で、この通りはいろいろありそうですね。なんだ、めちゃくちゃ混んでる。なんだこれ、お肉屋さん？え、何？あ、全部この肉屋さんに入ってたあれなんだ。え？あれか、年末年始の飛騨牛か。すげえ。え？わー、気になるけど、もうこれはもう満員御礼でしょうからね。すごいな。あれか、正月で、どっちかというとこっちはね、あの町の方から、ね、お孫さんとかそれで帰ってくる地域でしょうから、それであれでしょうね、正月用のすき焼きの肉とか。おお、すごいな。これはうまいんだろうな。だってそこでいくらでも肉売ってるのに、ここでこんなに並ぶってことは相当多分いいんでしょうね。うわ、すごいわ。奥まで全部。うわうわ、ちょっと今度空いてる時に来よう。これはちょっと今ね、ハプ寄るの多分っていうか。駅どこだ？あれ？駅がない。あ、まだまだずっと先なんだ。で、21号からちょっと思いって入ってかんと川が渡れなさそうですね。あ、やべえ、10分で着くかな。ちょっと頑張ろう。これ一本のガス取りたいですからね。大根が曲がってる。あ、ウィンドウあるんだ。見かけ。ウィンドウって三重県のイメージですけどね。じゃあこれが21ね。これが行きの電車でしょ。今多分あの金庫観光になってるのが御嶽の方に行くやつですから、あれが折り返してきたらアウトだ。どっちから行きたい。やべ、頑張らんと。静かな戦いが始まってますよ。いや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 、川を渡ってしまえば、そんなに気にすることないんですけど。やべえな。
ってったね。余裕か、余裕考えてゴールドまで歩くんじゃなかったね。やっちゃったな。頑張ろう。なんだ、すごいね、掛け軸とすんま、こういうね、広い家がいっぱいありますから掛け軸とかも需要あるんでしょうね。まだ3金飾ったらね、みっともなくなっちゃいますもんね。さあ、頑張ろう。こっから21号のゴルジェロインだ。なんか21号線もあっちのね、一宮、あたりのね、片側3車線あるような白い道と違ってローカル感ありますよね。でもこれ間違いなくこいつが岐阜までね行きますからね。あ、一宮には21号線もね、あ、大垣か、大垣でね21号22号線ね、交わってとかあります。岐阜から先のところら辺とかはすっごいね大幹線ですけど、この辺りはだいぶ鳴りを潜めてるって言ったらいいのかな。一宮好きなのは22号線だもんね。お声かけになるんだ。スワットが出てきた。すごいですね、こんなとこにアメリカの特殊部隊が懐かしい感じのコーラの、この雰囲気屋さんとかだったのかな。私は結構ありますね、ああいう感じで。ここはね、ペットショップなの。ペットショップなんだ。めっちゃ電気屋さんなのかなと思った。全然ペットショップじゃないですけど。あ、でペットショップみたいですね。こっちが正式な歩道じゃなかったかな。まあ、一応でも LINE で確保してくれてありますもんね。うまいけどね、この辺りかな、やばい時間だ。どこだ、駅どこだ、どこで曲がればいい。そこか？あ、違う。まだだいぶ先だ。やべえ。こんなパンか。やっちゃったかな。ダメだ。そっか、まだ橋渡ってないもんな。だけ不動がすぐ終わっちゃうけど、この川を渡ってしまったらワンチャンあるんだけど、やべえ、もう30分だ。もう多分内野駅通過してますよ。ああ、御嶽口を、
運が跳ねてるよ。ああやべ、この橋を渡った向こう側にあるみたいですね。あ、なんか今そこ走ってたらもう絶望だぞ。絵面としては非常にいいけど、これ高度の交差点なんですね。やべえ、ちょっと急ぐか。ちょっと走ろう。ものの数分で来るはずですよ、ね、渡ってちょっと奥の方に行ってるもんか。もっと川沿いに作ればよかった。ああ、ここはでも桜とか綺麗そうですけどね。ああ行ってる余裕ね。どっちだ、駅はどっちだ。この駅まっすぐでいいのかな。そうっぽいよな。まだ鳴ってないけど、間に合ったかな。駅はこっち側だよな。集落はこっちないから多分こっち側でいいと思うけど。駅見えた、駅見えた。駅舎の入り口はどこだ。あ、やべ、なったなった。え、切符はあるから、買ってあるから。こっちどこ乗り場。そっちか。お、あぶね、向かい行く。ごめん、ショートカット。よし、よかった、間に合った。ここに待ってたらいい。よかった、間に合った。3万人ぐらいは無理だな。